ごめんあの、充電が20%以下になった。さっき一回止まってしまった。えっと、なんだっけあ、目玉焼きか。あ、目玉焼き。やばい。これ今、肩問題も。あ、ごめん、なんかね、今2つのことが頭を回ってた。<laughs> この、オフィシャルからっていうのと目玉焼き問題。待ってよ、まどかさんが肩の部分だけえぐれてるやつ。あ、あ、こういうやつね、こういうやつ。わかったわかった。 アンクはアンクルージュねなるほどアンクルージュアンクルージュちょっ書いとくアンクルージュね目玉焼き苦手っていうのでそうだそうだ目玉焼きねそっか卵の生っぽいのが苦手あれはじゃあさめっちゃさあのもうもうガチガチでもう,全もう全部焼け取るやつ全部焼け取るやつ <laughs> もう 生とかじゃなくてもうガチもうカッチカチカッチカチのカピカピみたいカピカピなんかパサパサ何なんていうのああいうの結構さあマジで水分欲しいわぐらいだったら無理それでも目玉焼きはあちなみに今私が描いた目玉焼きちょっとうまくないちょっと予想以上にうまかったわ目玉焼きそう私は あのー、黒胡椒と塩をつけるんじゃけどなんかみんな醤油らしくてもうマジでびっくりしたもう醤油っていう考えがなかったけさあそうなんじゃと思ってあみんな目玉焼き醤油なんじゃと思ってカピカピパサパサはちょっとな <laughs> でも生じゃないけど <laughs>。そっかそっか。まあ、それはそれでね。うん、ちょっと、あれよね。そうよね。わかる。私、目玉焼き多分作れん自分で。作ったことない。目玉焼きは。卵焼きはめっちゃ作る。卵焼きさ、マヨネーズ入れたらめっちゃ美味しいよ。なんかふわふわして美味しくなるんよ。豆情報。く <laughs> んさん、完全に火が通っては大丈夫。 なるほどなるほどなるほどそうだよねやっぱね卵をねなんかちょっと何半熟って好き嫌い分かれるよね卵の半熟私もなんか昔はあんまり好きじゃなかった半熟卵あとね生卵がねあんま好きじゃなかったんよねすき焼きとかにさ卵つける人いっぱいおるじゃん なんかうちの親とかもみんな卵つけるんじゃけどさなんかそれがちょっと苦手でこうすき焼きはもうそのすき焼きの鍋の中で味付けされたものをこう楽しむみたいな楽しむって感じだってでも最近時だけつけるわ卵卵はいやーでもたんぱく質じゃけえねうんうん 手軽に取れるタンパク質よね卵ってえ待ってタンパク質よね合っとる多分合っとるあれなんか星野さんのアバターがいるえガチイブレイシーってレイシーさんですかえ <laughs> ええ本物ですか偽物ですか <laughs> 知らない間に、レイシーさんが。え、ちょっとワコさん。え、ワコさんもいるんだけど、知らん間に。え、本物ですか <laughs> 本物ですかえ、しかもカウントしてくださって、ありがとうございます。え、本物ですか <laughs> ガチイベレイシーさん、レイシーさん、レイシーいますって。ええー、びっくりした <laughs> 今めっちゃ卵のお話してました、卵の。えちょっと。しかも二人ともさ、星野さんのさ、あれだ。なんだっけ。アバターだ。やばい、二人して、二人して。星野さん、本当に仲良しですね。レイシーさんが、 偽物かもしれない。え、なおちゃん来てくれとる <laughs> なおちゃん。なおちゃんがまむちゃん来ましたって。みんななおちゃん来てくれたよ <laughs>。え、ありがとうなおちゃん。<laughs> 嬉しみが強い。びっくりした。マジなんかさ、やっぱなおちゃんのアバター使っとる人多いけさ、普通に、あ、またなおちゃんのアバターじゃあ思うたらさ、あの、今さ、ここ、藤井のほって書いてあった <laughs>。コメントくれたんよ。 マドカさんが、浴衣と水着は持ってます。あ、その、なんだっけ、なんとかルージュのですかアンク、アンクルージュのですか <laughs> クオンさんが、アイドルが来たぞだって、みんな、なおちゃん来てくれたよありがとう <laughs> びっくりした。マジね、あの、ほんと、ごめんね、なおちゃんの時みたいな盛り上がりがないんじゃけど。<laughs> マドカさんが着替えとる。星野さんに。星野さんに着替えとる。あ、マドカさんが普通にアンクとかじゃなくて。あ、なるほどね。わかったわかった。わか,かったよ。いや、私めっちゃ浴衣着たい。浴衣さ、めっちゃ好きなんよ。え、浴衣待って、イントネーションどっち浴衣浴衣。浴衣浴衣,浴衣。いや、マジ、日本舞踊をさ、やっとったんよ。じゃけさ、自分で着れるんじゃ浴衣。え、浴衣 <laughs> なおちゃんが可愛いって言ってから、ね、でもちょっと恥ずかしいとれるマジで <laughs> ちょっと、ちょっと、クールダウン、クールダウン。<laughs> ありがとう、なおちゃん。ああ。熱々熱あ、レイシーさんが50万ムちゃんありがとうございます、レイシーさん。嬉しいです、マジで。嬉しい。いやあ。ありがとう、みんな。 えっしかも今111人だよ111111111久遠さん浴衣や着物着てぜひ三味線の演奏をいやーいいねいいいい,いやめっちゃいいいやほんまさなんか新入生歓迎会の時とかあ歓迎会じゃないわ新入生をこうあの来てくださいってあれなんだ勧誘勧誘勧誘する時とかあの浴衣着て袴着るんよ袴着てであの 三味線引いたりとかしようんだけど私自分の墓は持ってないけどさ友達とかに借りとるいつも <laughs> いつも借りてやっとるって感じえー、三味線ねそうあの水曜日に三味線初披露しましたみんなの前でちょっとほんまに緊張したマジこれまでにない緊張って感じ <laughs> あんまりね三味線をね一人でね あのお客さんの前で弾くっていうことがないけマジで緊張しましたっていう話でした丸丸あ<る> <laughs> あやばなんか言おうとしたの忘れちゃったあ水曜日ねあ,あのコラボもできてギャグコラボさせていただいて三味線でなんかクラシックをさ三味線で弾くってちょっと新鮮だったでなんだかんだ言っとるうちにね10分過ぎたわ りけどあレイシーさんの放送始まったってちょっとみんなってことであの皆さんぜひレイシーさんのお部屋に行ってください今日は終わるよここで <laughs> みんな来てくれてありがとうちょっとなおちゃんもほんま来てくれてありがとう自分もまたね空いたら行くけね空いたらんあのタイミングがあったら行くけ手裏剣 <laughs> みんなありがとうございました。ちょっと今日は朝と夜、初の2回やりました。あ、なおちゃんがお疲れ様でした。だってありがとう。くんさんお疲れ様む。あ、それいいね。お疲れ様む。うん。ありがとうございます。皆さん、あの、レイシーさん今イベントやってるので、ぜひ、お星様とか投げてください。お願いします。じゃあ、レイシーさんの配信始まったんで、終わります。みんなありがとう。バイバーイ。